何年かかったっていい。絶対に貯めますよ。プロジェクト K。こんにちは、キルアです。今回はですね、ガチ勝負です。夏も終わりかけ、涼しくなってきましたね。もともとはこの涼しくて頭皮がぶれなくなるこの季節に植毛手術を受けたいと思い、この季節が来るまでに目標を達成するためにこれまでやってきたわけでございますが、それが現在マイナス120万くらいという進捗でございます。全然目標に近づけておりません。ここでガチ勝負連打祭りかまします。もう一気にマイナス圏からプラス圏内へ持っていき、気づけばもうあっという間にプラス300万まで持っていきます。時間がないのです。ここで攻めずしていつ攻めるんだ。今日勝とうが負けようが明日も明後日もガチ勝負です。突っ込んで突っ込んで突っ込みまくって、最後に何が残るのか見届けてくださいませ。まずは本日3日目、3レース分しかやりません。6号艇に唯一の A1 選手がいるレースが3レース分ございます。その6号艇を2着固定で攻めます。3レースとも、そうすれば1本は来ますでしょう。それがどでかければもうふっさふさまっしぐらです。今日大事ですよ、マジで。勝ち勝負連打最初の一発目、勝って次につなげますよ。どうぞ、これ勝ったので。はい、1本目ですよ、第4レース。6号手2着で。マジでどうなる ?3 本しかないですからね。本日3レース分ですからね。1本目から的中しないとやばいよ、マジでやばいよ。幸先いいですねって言いたい。このレースが終わる頃に幸先いいですねって言ってたい。第4レース予選競争インコースから頼むよ、いけるよ、絶対いけるよ。スタートしました。わずかに2、3コースがスタート優勢。2号艇服部達也、3号艇加藤彩、1マークインから伸び返す。1号艇天野誠切り込んでくる。2号艇服部達也、間悪か、3号艇加藤彩でバックに入ります。このレースも高圧対応攻防、わずかに差した。2号艇服部達也が2艇身リードか。1号艇天野誠、2番艇潜り込むのは3号艇加藤彩、後方5号艇6号艇4号艇。第4レーススタート正常です。一周にマークトップでクリア。2号艇服部達也、1号艇加藤彩を回して内を狙う。1号艇でありますが若干後続艇ともつれたか。2番手逆転、3号艇加藤彩、1号艇天野誠と立て直して3番手、2番3番1番2艇身半の差で4番手から追い上げる。5号艇山下かりん、レースは2周目に入っています。前に選手は2番3番で2周1マーク、3番手争い1号艇天野誠の外、思い切ってまだ分からない。5号艇山下かりん、まだ分からない。6号艇石田昭弘も差を詰める。なんとか3番手こらえている1号艇天野誠でありますが、5号艇山下、6号艇石田、両者が迫ってくる。2周2マーク、目下のところは2番3番1番です。潜り込む、切り返しを図る。6号艇石田昭弘、さばいて1号艇天野、いけるよ、これいけるよ、最後までいけるよ。その差は一気に詰まった。判定心外から追いついてきた6号艇石田昭弘。ここで3番手は1号艇6号艇両者がぴったり並んだ。最終周回に入っています。3周1マーク、前に選手2番3番、3番手は1号艇天野誠が外を抑えながら回るが、思い切って握る6号艇石田昭弘。内を取っては5号艇山下かりん接近も、ここはなんとかこらえて守っている。3番手1号艇天野誠、上位体系は2番3番1番の体制となっています。一定審判の差、外から6号艇石田昭弘、内からは5号艇山下かりん、3艇もつれ合って最終コーナー3番手争いは先手を取って1対1号艇。さあ次や、をつけて刺した6号艇、次いけるよ。丹波で逆転成功、2、3、6か。先頭2番服部ゴールイン、2番手3番加藤ゴールイン。昨日2走はさあ2本目でございます。もう残り2本、大丈夫、どっちか来ますでしょう、絶対来ますから大丈夫。こちらは昨日1走目は2コース、寝不足の日々が続いております。勝たせてください、安心して眠りにつきたい。マジ寝不足、マジで寝不足。1号艇3号艇です。1号艇3号艇枠番通り3対3のスタイル、いけるよ、絶対いけるよ。鳥が飛んでいってる、鳥が飛んできております。4番5番6番
スタートしました。ということは、来るということは、わずかに3コースから3号艇元橋覗いているが、内から1号艇木戸近吉、3号艇元橋勝弘、はい、3号できた、内側から、内側が6号でくるよ、ビームのように突き上がってきた。大激戦でありますが、わずかにこらえているか、1号艇木戸近吉、3号艇元橋勝弘、2番手内側からグイッと来るのは2号艇土性雅也と、最内からは6号艇池田浩二、第6レーススタート正常、2番手はバッターから戻っていく1号艇木戸、2号艇を回して2つがついてくる、3号艇元橋勝弘、握ったのは5号艇星英二、ホームストレッチに入ります。2番手キープは3号艇元橋勝弘、2号艇土性雅也、3番手1番3番2番、内側からは5号艇星英二と6号艇池田浩二が接近する。3番手走る2号艇土性を捉えるか、2周1マークです。前に選手1番3番追っているように5号艇6号艇、しかしかわして3号艇本橋が2番手をキープ、内側ついた2号艇土性雅也、3番手リードを広げ、上位体系は1番3番2番、後方6号艇5号艇4号艇が続いて全艇2周2マークへと移ります。先頭独走体制固める1号艇木野近吉、1周2マークをトップでクリア、3号艇本橋勝弘2番手、2号艇土性雅也が3番手、上位体系1番3番2番、まだ分からない、最終盤に入っています。取るか、定番通り3対3と2つに分かれていきそうです。このレースは絶好枠1号艇ラストでございます。第7レース、こちらが本日ラストでございます。1号艇3号艇からの6号艇2着、清水と票が集まっています。依然として比較的緩やかなフォーム、行くっけないよ、絶対行くっけないよ。スタート10秒前です。ここで坊主はきついですよ、ここで坊主は嫌ですよ、マジで。いけるよ、スタートは。スタートしました、2、3コース2号艇、内側から行こう、内側から。清水がワースカイ1マーク1号艇山崎が奇跡巻き方向で清水ヒーハー、石が続きます。足してきた2艇3号艇清水、2号艇浜野が1号艇山崎捉えますが、まず2番は2号艇浜野、さっきはかからず、とうとう1号艇山崎スタートは正常です。2マーク2号艇浜野先生、切り込んでくる1号艇山崎が2番手です。3番手の席握っていったのは5号艇石、内側から3号艇清水が続きます。振り切ったトップ2号艇浜野、2番手1号艇山崎が優勢、1マーク2号艇浜野、1号艇山崎がクリア、3番手握っていったのは5号艇石、小回りする3号艇清水になっています。3番手現在5号艇石井孝之が2艇車リード、内側から4番手から3号艇清水が続きます。第2ターンマークは2号艇浜野、1号艇山崎の順、3番手内側を抑え切って5号艇石井が先になっていった、引いてから懐切り込んでくる3号艇清水になっています。内側から迫る3号艇清水、外5号艇石井、わずかに5号艇石井まだ優勢も、内側から一定審査3号艇清水、食い下がって最終周回です。1マーク3番手の次、内側から3号艇清水が先回る、5号艇石井ここは待ってから差し返します。内を3ですが、3番手の次は内5号艇石井、外は3号艇清水、わずかに5号艇石井が前かラスト負けです。差し切った2号艇浜野隆が今日連勝ラスト、クリア、2番手1号艇山崎さんが旋回、そして3番手握り込んでくる3号艇清水がフルショット、一気に5号艇石井かわすかどうか、3番手接戦、2番浜野五輪、1番山崎五輪、3番手逆転、3番清水が合流、5番石井、4番手後方6番大賀、4番武田五輪です。はーい、ガチ勝負連打一発目ですから、まだまだ一発目ですから、こっからですよ、こっからいったります。次回ガチ勝負2発目です。ガチ勝負連打2発目、thank you.
で、今回はこれでおります。ありがとうございました。ありがとうございます。